いやー、こんなことって現代でも本当にあるんですね。一国家が知らぬ間に自国の領土が盗まれるなんて。こんにちは、世界のカラバンのエドワードです。航海にあるハムバクドという島を聞いたことがありますか？韓国と北朝鮮の国境近くにある韓国の島なのですが、あ、いや、韓国の島だったと言ってよいでしょう。この島がいつの間にか北朝鮮に盗まれたんだって。9月2日付の朝鮮日報はこのように報じています。青海、黄海、北方限界線 NLL のすぐ近くに浮かぶ島ハムバクドをめぐって韓国軍の内外が騒がしい。韓国の住所があるこの島に北朝鮮軍関連の施設が存在している事実が明らかになったからだ。これについて韓国軍は、ハムバクドはもともと北朝鮮の島で、建設された施設は観測所のようなものと説明している。しかし北朝鮮による露骨な敵対行為に対し、韓国軍はただ傍観しているなどの批判も相次いでいる。ハムバクドが問題となったのは、この島が登記簿上インチョン広域市高架郡西島面丸と里山97番地という住所で登録されている事実が今年6月に広く知られるようになってからだ。登記簿謄本には大韓民国山林庁がこの島の所有者になっている。韓国国土交通部は工事地下まで発表した。ネット上の多くの地図にもハムバクドは NLL より南側に表示されている。いやー、間抜けな話なんだけど、竹島を取られたことのある日本にとっては笑うに笑えない話です。てか、韓国軍はもともと北朝鮮の島だったって一体どっちなの？でもまあ、存在しない島を自国の領土だとアメリカに言う国だから仕方がないかもね。この話テレビでも取り上げられており、2017年に撮った人工衛星写真には建物がなかったが、2018年の写真には建物が確認され、ここ数年で建てられたようだと報道。この島はインチョン空港の近くにもあり、放射砲を撃てば簡単に破壊できるそうです。てか、戦争状態にあるのに国境近くに空港を作る方がおかしいよね。ソウルも移転の話がありながらも、結局はそのまま。北朝鮮見てよ、国境近くにそんな重要施設ないじゃん。敵の知らぬ間に領土を占領するのは多々あること。有名なのはインドと中国の国境ライン。二国間で休戦協定が結ばれた後、油断したインド軍の隙をついて人民解放軍が道路を建設。さすが中国だよね。今回は北朝鮮もそれと同じことをやっただけ。国際社会の常識っていうか、ロシアしかり、日本の近隣諸国はそんな国ばかりなんですよ。そのような状況を知ってか知らずか、東京新聞は防衛費概算要求増額どこまで膨張するのかといった社説を書き、地上波も北の窃盗事件は完全スルー。日本は国境ラインが長く、島を守るのは大変です。予算が削減されれば喜ぶのはどこの国なんでしょうかね。以上、最後までご視聴ありがとうございました。